目指すは正面小高い山丘あるじゃないですか、あの上行きます。一番星、木星です。で、その下に土星、水星が並んでいます。さあ、もう終わりです。すごい、頂上に来たね。おい、おいしい。あれ、あそこ冬の星座ですね、あのオリオンですね。冬にもキャンプができるんだっていうことをまず皆さんにお伝えするっていうのは結構新鮮なことなんじゃないかなと思ってました。空気がすごい澄んでる、まあ、夏の空とは全く違う住み方で、まあ、星を見ると本当に心が洗われる。歩いててちょっと右見て左見て誰も踏んでない雪があって、まあ、我々はあの担当の人は分からない、味わえないことなんですごく楽しかった。